はい、皆さんこんにちは、コンクリの源です。今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は最近買ってよかったものを5選ということで、ここ3ヶ月間くらいにはなるんですけども、最近買ってよかったものを5つですね、ご紹介させていただきます。まあ、内容はガジェットだったり家電だったり家具だったり、実用性のあるアイテムを紹介させていただくので、ぜひ最後までですねご覧ください。ちなみにですね、1つ目はめちゃくちゃおすすめなアイテムなので、特に1つ目ぜひ見ていてください。では早速内容の方入っていきたいと思います。はい、では1つ目、こちらのケーブルをご紹介させていただきます。こちらがですね、マグネットでくっつくケーブルなんですけども、これめっちゃ便利そうじゃないですか。なんかありそうでなかった一品ですよね。実際にこれ使っていきたいと思います。前まで使ってたこちらのケーブルをつなぐとこんな感じで結構ごちゃごちゃしてしまうんですけれども、でこのマグネットのケーブルを使うとこんな感じで、よいしょ、デスク周りがすっきりします。これめちゃくちゃ良くないですか、このすっきり感、すごく気に入ってます。はい、特にありがたいのは持ち運ぶ時で、例えばなんですけど、こうガジェットポーチの中でケーブルを入れておくとこんな感じで、まあちょっとまとまってますけど、ちょっと乱れたりとかしませんかね、ケーブル、ガジェットポーチの中に入れておくと。なんですけど、それをこのマグネットのケーブルを使えばこんな感じですっきり入れられますし、カバンの中で乱れた時とかにもこう出した時すっきりしているような状態で取り出せるっていう、ここはめちゃくちゃいいかなと思います。あとは僕こんな感じでテープで巻いてるんですよね。アンカーさんのマグネットテープを使って巻いてるんですけど、これでもまあすっきりはするんですけど、結構手間もかかっちゃうんですよね。この巻く手間もかかっちゃうので、それがマグネットでこんな感じでくっついてくれる、これがめちゃくちゃ楽で気に入ってます。はい、最高です。こちらがマグテームっていうメーカーさんの、マグネットケーブルになってます。僕は良すぎて、最高すぎて2つ買っちゃいました。それぐらいおすすめな一品です。はい、ぜひ皆さんマグテームというマグネットケーブルチェックしてみてください。次はですね、こちらのイソップのお香をご紹介させていただきます。こちらがですね、30本入りで4500円というちょっとお高い値段なんですけど、おすすめな一品なのでちょっとご紹介しますね。で、香りものなのでちょっと伝えづらいんですけども、爽やかなヒノキの香りとちょっとスパイシーな香りが特徴のお香になってます。実際に使ってみますね。イメージがちょっとお線香っぽい香りになってます。結構僕今まで10個ぐらいお香を試してきて、いろんなブランドのお香を試してきたんですけども、一番好きなブランドがアポテーケフレグランスというところのバーブスっていう香りなんですけれども、2年間ぐらいそれを使ってきてすごく気に入ってるんですけど、それと同じくらいこのイソップのお香は好きになりました。はい、でちょっと値段が高いので、先ほどもお伝えしたように30本入れで4500円、で1本あたりが10分から15分ぐらい持つんですけども、ちょっと高いのであまり積極的に使えなくて、むしろなんか特別な時にちょっと疲れたなとか今日頑張りたいなっていう時に使うお香になってます。はい、ちょっと伝えづらいんですけれども、マジでいい一品です。ぜひイソップのお香試してみてください。ちなみにこちらのお香立てが自身のブランドモノリスでやってる作ってるお香立てで、コンクリート調のお香立てやってます。これ結構幅が広くて受け皿が広くて灰もしっかり拾ってくれるのでおすすめです。よかったらこちらもチェックしてみてください。次じゃあこちらのルームシューズをご紹介させていただきます。もともとスリッパじゃなくて家の中でもこう履くものにはこだわりたいなと思って購入した、レザーのルームシューズになってます。はい、デザインもすごくいいと思うんですけど、これデザインだけじゃなくて結構歩きやすさに配慮されたルームシューズで、結構軽くて歩きやすいんですよね。でもそれでもしっかり作りもしっかりしていて、型崩れがしづらい、ルームシューズになってます。僕自身もこれ使って、もう
4、5ヶ月ぐらい経つんですけれども、全然型崩れしなくて綺麗な状態を維持できてるかなというふうに思います。はい。でインスタの方でもルームシューズを買う前にアンケートを取ったんですけど、10人ぐらいの方からこのフロンティアっていうところのルームシューズおすすめですっていうふうに言ってもらえて、結構人気な一品なんじゃないかなと思ってますし、まあレビューも結構いいレビューがついているので、よかったら皆さんもチェックしてみてください。では次こちらの加湿器をご紹介させていただきます。これはちょっとすみません、買ってよかったではなくて、加藤さんから以前インスタの案件でご提供いただいた加湿器になってます。シックで、かっこいいデザインが特徴の加湿器になってます。まあ、特徴としてはまず、まあこのデザインの良さ、インテリアに馴染むこのデザインの良さと、デザインだけじゃなくて機能的にも結構優れている商品で、名前がウルトラマイクロミスト加湿器というんですけど、ミストが細かいのでこう周りにインテリアを置いていても雑貨を置いていても濡れないようになってます。でしかも床も濡れづらいぐらい、ミストが細かいっていうのが特徴です。形状は結構コンパクトなんですけども、ミストはこうパワフルに出してくれるので、結構拡散力もあるというような形です。他の特徴としては結構音が静かなんですよね。なので睡眠時にも使っていただいても問題ないですし、操作パネル、下の操作パネルも結構シンプルで使いやすいようになってますし、上の給水口のところが結構広くて水の給水がしやすいような仕様になっています。まあ、トータル全く僕の中で不満もなく素晴らしい加湿器だなというふうに思いました。はい、加藤さんのスチーム350という加湿器になるんですけども、皆さんぜひチェックしてみてください。では次ですね、こちらのベッドフレームをご紹介します。ジヌスというメーカーさんの、ロータイプのベッドフレームになってます。これ結構お値段が安くてですね、今セミダブルサイズを使ってるんですけども、セミダブルサイズで 16,990円っていう形で、結構お買い求めやすい価格になってます。はい。で特徴としては結構なんかより洗練されたシンプルミニマムなデザインで、なんか大きな特徴はないんですよね。王道なフレームっていうイメージです。で作りも結構しっかりしていて、強度な今スチールの素材が使われているフレームなんですけど、結構頑丈なんですよね。で今使い始めて3ヶ月目ぐらいなんですけど、そんなにきしみなども気にならないですし、はい、Amazon のレビューとかも非常に良かったので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。で、まあ、ベッドフレームを探している時に牢屋のベッドフレームもいいなっていう風に個人的に思いまして、そちらもちょっと画像を貼り付けておきます。北欧系のインテリアの方にはおすすめのベッドフレームになってます。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。まあ、冒頭でもお伝えさせていただきましたが、1つ目のマグネットケーブル、これがめちゃくちゃおすすめなので、ぜひ皆さんも使ってみてください。他アイテムに関しても概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。あとですね、僕が実際に使っているアイテムをまとめた楽天ルームというものがあるので、そちらも概要欄の方にリンク貼っておきます。ぜひチェックしてみてください。はい、ということで今回の動画が参考になったなと思ったら、いいねボタン、チャンネル登録の方をしていただけますと幸いです。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。